日はキスオブライフキヨプのスティッキーのミュージックビデオを見ていきたいと思います。このミュージックビデオと振り付けがちょっと X で刺激的だっていう風に話題になってて、ワードとして下品だっていうワードがちょっと流れてくるようになって、なっちゃんそれを見てね、もうこのミュージックビデオすでに見てたので、アンサーとしてこのミュージックビデオをみんなと一緒に見ていきたいと思います。 Let's go! かわいいこのベルちゃんのさ、ベルちゃんちょっとトゥワイスのサナちゃんに似てない？なっちゃんの歩き方そう思ってる。なんか雰囲気似てるというか可愛い子の歩き方、お尻プリプリやん、プリプリ。うん、ハノルちゃん、ハノルちゃん、なっちゃんハノルちゃんの美女が大好きなの。可愛い、あ、めちゃめちゃ可愛いな。振り付けがね、もうちょっとレゲエっぽいというかラテン系なんよな。ダンスホールとかこのジュリーちゃんの振り付けとか見てても、もう振り付けが完全ダンスホール系ですね。ナッティイエーイアゲなんですよ。あのね、なっちゃんはそのレゲエとかダンスホールとかトワークとか、そのお尻動かす振り付けジャンルとか、そういうのを結構ラテン系のジャンルをやってたから、なんだろう、こういうお尻を動かす振り付けっていうものに対する抵抗感がなくてさ、ダンサーなんかは基本お尻動かすことに対して抵抗感とかその下品だって感じることはもうないと思うねんけど、ジャンルとして確立されてるから、多分ダンスやったことない人とか特に日本の方は見慣れてないから、そのお尻を動かすイコール直接的な表現だと捉えてマイナスな表現、マイナスに受け取る人は多いんやろうなって思うねんけれども、ちょっと世界を見てみればこういう表現はいくらでもあるんだよっていうのをちょっと知ってほしいかなっていうふうに思うな。かわいい、この振り付けと歌詞の合ってる感じで、これアップって言った瞬間に腰が上がる。やっぱり表現したいもの、歌詞を表現したいっていうのが伝わってくるよな。かわいい、トワークやん、もう綺麗なお尻の動かし方。ここのお尻すごいね、どうやって動かしてんやろ、滑らかすぎん、うん、いいね、今かわいい、かわいいんですよ。でもまあ、まあ何も知らない人が見たらびっくりするかな、このお尻プリプリしてるのは。どう、みんな初めて見た時どう思った？なっちゃんはトワークやってるやんっていう風にしか思わんかったな。なんかやっぱあれやな、布は少ないよな。確かに布面積は少ない。でもそれって今回だけじゃなくて、キスオブライフキヨプの皆さん結構布少なめでやってらっしゃるやん。コンセプトがちょっと刺激的な女性っていう感じやし、それが結構受けてるんやと思ってんねんけど、なっちゃん、なっちゃんがキヨプ好きな理由も振り付けが、それこそ前回のマイダスタッチもそうやし、サビの部分とかもすごい刺激的やったやんか。セクシー、最近のアイドルグループさんにはあまりない、女性のアイドルグループさんにはあまりない、そのセクシーさっていうのをすごい前面に出して表現してるから、グッとね引きつけられるものがあるんよね。だから今回もまた夏バージョンの刺激的なキヨプ、ちょっとヘルシーな刺激的さを感じるキヨプに、なっちゃんはね胸を打たれているよ。かわいい、ジュリーちゃんマジでダンスうまいよな。このお尻よ、お尻のこのスカーフ、それこそさ、あのルセラちゃんのスマートみたいな感じでお尻すごい振ってたやんか、あれの逆、縦バージョンと言いますか、横振りやってんけど、スマートは基本的にね、スティキはね結構縦揺れな感じでお送りしてますね。トワーク、マジでトワーク、かわいい、めちゃめちゃ可愛い、もうめっちゃ可愛い、なんか女の子が憧れる感じよな、ベルちゃん。可愛い。はい、ここです。夏です、夏が始まろうとしています。この音楽もそうやしダンスもね、やっぱね南国というか日光を浴びて踊るべきみたいな感じの振り付けよね。ジリーちゃんのこのパートに関してはもうほんまにトワークって感じ、トワークっていうお尻振るようなジャンルね、ジャンルの名前、トワークしてますねって感じ。かわいい、めっちゃかわいいわ
これ顔を隠す、あえて顔を隠すっていうね、でそれを脱ぐ、かわいい、かわいいわ、ほんまヘルシー、ヘルシーなかわいさ。あーいいな、ただ歩くだけ、こうやって体なぞってるだけやねんけども、それすらもセクシーなようなナッティは。いいな、髪の毛バサバサ遊ばせる感じ、みんな上手や。どうなんやろね、この振り付けを見て抵抗感示す人も多分おるんやろなとは思うねんけど、上手に動かしてんな、トワーク上手やなって感じよ、なっちゃんからしたらね。結構ね、ダンス界隈では振り付けもそうやし、ダンスバトルとかでもそうやし、こういうねお尻の振り、お尻を動かすとね結構湧いたりするんよ。どっちかっていうとアイドルダンスっていうよりもほんまにダンサーっぽい振り付けなんよ、キヨピちゃんっていつもね。だからダンサー要素が盛り込まれた刺激的なものっていうのはやっぱりアイドルさんを見てきた人たちにとっては結構抵抗感というか、あんまり馴染みがないものやから抵抗感示しちゃうのは分かると思うんだけど、これを機に、キヨプちゃんのこの表現をきっかけにこういうジャンルもあるんだなと、こういう表現もあるんだなと受け取っていただけると、表現の幅が広がっていいんじゃないかなというふうに、感性も広がっていいんじゃないかなというふうになっちゃうと思います。かわいいわ、多幸感がすごい、ナッティパート。あのね、なっちゃんダンサー的にはやっぱりね、ナッティちゃんとジリちゃんを推しておりまして、でね、2人のそのセクシーさっていうのが質感が違うんよな、質感というか色味が違う感じ。ナッティはね本当にね、感触系のちょっと大人なセクシー感というか、危ない感じ、危ない大人のセクシー感なんよ、形容詞で表すと。でね、ジュリーちゃんは本当刺激的というか、なんかね、もうアジア人じゃない表現っていうか、ほんまに海の向こう側からやってきた、色で言うと暖色系なイメージやねんな、なっちゃん。この二人のサムネ楽しんでいただけれたらなと思います。いいな、このタトゥーとかもいいよな、これ本物なんかな、どうなんやろ、このタトゥーとか今までのアイドル像を壊していくような感じよね、キヨプちゃんは。綺麗、かわいい、ベルちゃんは仕草が可愛いね、可愛いって感じ。あ、可愛い、すごくない、この髪の毛の遊び、髪の毛がもう遊んでます、飛び跳ねてますわ。いやージュリーちゃんはもうずっと髪の毛長い方がいいと思います、なちゃん、もう最高、可愛い、めっちゃ可愛いんだけど、えい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 、最高、最高です、ほんまね、ダンスやってる人マジで全員キヨプ好きやと思うそれぐらいバイブスがね乗ってますねんや、しっかりとダンスを踊ってる感じ、ちゃんとパフォーマンスしてるっていうのがね、もう振り付けから伝わってくるからね、踊りたくなる、一緒に踊りたくなるようなグループなんよ。いやもう良すぎる、うわ見た、今のジュリーちゃんの動き、一人違うよ動きが、どうなってるん、これだいぶ下に入ってんかな、この瞬間の腰見て、もう何、あっちあっちよ、 too hard she's too hard oh my god って感じテンション上がっちゃう、もう最高やわ、夏夏見て、この水しぶきが上がってさ、みんなで髪の毛濡らしてこうやってプールに入ってる感じ、もう夏や、トロピカルなソングが、トロピカルソングすぎる、いやーやっぱセクシー、やっぱセクシーやわ、キヨプはねもうセクシーなんです、セクシーさを売りに、これからもどんどん楽曲を展開していってほしい、展開していってほしい、なっちゃんは変わらず何を言われようとも、
わ。これはもう夏のプレイリスト参加決定です。もう最後めちゃめちゃいい。入る時の仕草が可愛いの見て、カメラ目線で可愛い顔残して、可愛いの、めちゃめちゃ可愛いの、うわー最高。すげーすげーすげー、最高すぎる、やばい。もうこれなっちゃんバックダンサーで参加したかったわ。こんなずるいわ。可愛い、4人でこんだけ見せれてんのがすごいわな。お、なになに、なや、誰かやってきたぞ。誰誰、なに、どういうこと、え、なに、さっきの誰、これ、ナッティ、ナッティに見えんねんけど、なっちゃう。なんやろ、誰ですか、昔のナッティ、髪の毛長い時期のナッティ、え、なにこれ。真相わかる方コメント欄で教えてください。なチャンネル、作品を見てどう感じるかっていうのは人の自由やし、その人の受け取り方にもよるからどうしようもないねんけれども、お尻プリプリしてるから下品とか、そういう直接的な声には捉えないでほしいなっていう、なんちゃなんか X でいろいろ回ってきて思ったな。みんなの X にも流れてきてる、記憶が刺激的すぎんねんけどっていうツイートなっちゃんだけかな。今のアイドルグループには表現できないセクシーさとか刺激的な感じをちゃんがもう正々堂々と表現してくれてるので、私はねもう本当に心から嬉しくいつも表現作品を見させていただいております。これを機にね、キヨクちゃんの、特にジュリーちゃんのダンス解説とかしていきたいと思ってるので、皆さんお付き合いよろしくお願いします。じゃあねー。